伊原健太郎7月28日隊は日本の政治家。山口県柳井市長。山口県熊毛郡田伏町生まれ。成果は建築会社経営。山口県立熊毛南高等学校、早稲田大学政治経済学部卒業。大学卒業後2年間アメリカ合衆国に留学。2003年より民主党の平岡秀夫衆議院議員の秘書を務める。 2007年、山口県議会議員選挙に、柳井市選挙区から無所属で出馬。8758票を獲得するも、自由民主党公認の現職、長谷川忠夫に敗れ、落選した。同年5月より、平岡秀夫の秘書に復職。2008年12月15日、翌年の柳井市長選挙に出馬するため、平岡秀夫衆議院議員事務所を退職。 2009年3月1日投開票の柳井市長選挙に無所属で出馬し12,491票を獲得。かつて県議選で争った長谷川忠夫を破り初当選した。市長選挙では平岡秀夫衆議院議員のほか、長谷川に反発する保守系の市議会議員や引退を表明した高知山哲郎柳井市長からも支援を受けていた。 3月28日、柳井市役所に初登庁し、正式に市長に就任した。2013年の柳井市長選挙は2月17日に告示されたが、井原以外に立候補を届け出た者がいなかったため、無投票で再選。2017年、元会社役員の新人を破り参戦。2021年2月28日投開票の、 同選挙で、元証券会社社員の下村太郎を282票の、僅差で破り4選。ありがとうございます。